ついに男同士で付き合うプリコね。ハージもあるよ。ということで今回は現実世界でのユキさんのストーリーをご紹介します。さあ始まるざますよ。行くでガンス。ふんがまともに始めなさいよ。遅い。こんな時間まで何してたの？帰ったら彼氏がお出迎え。どうしたもこうしたもないよ。メッセージ見たけど、どういうことさ。今日のデート楽しみにしてたのに、デート突然キャンセルだなんて。長文の謝罪より直接説明が欲しいから来てあげたんだよ。やっぱり二人はできている。納得のいく説明が聞けるまで僕帰らないからね。イチャイチャしやがって。何逃げようとしてるのさ。押し倒すなんて大胆ね。怒らないから教えてほしいな。僕とのデートより大切なことって一体何なの？ガチ恋距離だ。ちょっと顔そらさないで、ちゃんと僕の目を見てよ。だが男だ。僕さ今日すっごく楽しみにしてたんだよ。バラの香油でお肌の手入れをしたり、美容院も行って髪もツヤツヤにして可愛い服を選んでさ。まるで恋する男ね。わかるでしょ？今日の僕がいつもよりも輝いて見えるの。それなのに君と来たら最高の僕をお披露目してあげようと思ったのに、ドタキャンだなんて君らしくないじゃないか。さらに理解もある彼くん。一体何があったの？普段の君なら絶対こんなひどいことしないはずだよ。せめて理由ぐらい話してほしいんだけど。普通にドキドキしてきた。はあ、つまり君は僕の彼氏だと思われてて、今朝いきなり他校の男子生徒から勝負を仕掛けられちゃったと。登場人物全員男。僕に心配はかけまいと内緒で話し合いに行った。だけどなかなか納得してもらえなくて、しかも君は僕の本当の彼氏じゃない以上あんまり強くも言えなくて。他校の男子くんもゆりくんか。こんな時間までかかっちゃった。だけどちゃんと分かってはもらえたんだ。拳で分かり合え。なるほど、なんとも君らしい話だね。可愛い僕のためだったなら仕方ないな。でも次こんなことがあったらすぐ僕を呼んで、一緒に行くから。うちの妻ですって紹介しなきゃ。めんどくさいけど僕の可愛さが招いたことだもんね。はあ、僕ってばどこまで罪深いんだろう。可愛いわ正義。そうだ、この際だし本当のことにしちゃうのはどうかな。はつまり僕と付き合っちゃうってこと。やったぜ。そうすれば君も遠慮しなくて済むし、僕としてもナンパされずに済むしで大助かりなんだけど。ついてる分お得だし、メリットしかねえな。君すっごい顔してるよ。目開きすぎ。そんなに驚いた？これはオスの顔ですよ。確かにこんな美しい子に迫られたらそうなるよね。それにしても大きな目だね。美しい僕が映ってるよ。君の瞳に映る僕、つまり君を見つめる僕は格別に美しいな。むほほほ。ほら、まばたきなんてしちゃダメだよ。もっとよく見せてくれなくちゃ。君の瞳に映る美しい僕の姿をさ。おっと、この先のプリコネ X は君の目で確かめてくれ。ああ、もういいところで終わっちゃった。ちょっとあんた、ユキちゃんの告白に何て答えたの？アサチュンは逃げ。今のあんたには記憶がないんだったわね。残念だ。もっと詳細を書くんだよ。それにしても困ったわね。ユキちゃん、私の祝福を期待してると思うけど、私は別に美の女神になった覚えはないんだけどね。こっころ教の神とか。そもそもあんたたちのいる場所は美の聖域じゃなくて。あ、そうね、そうしましょうか。アメス様悪い顔。
なんでもないわ。今なんでも。それよりユキちゃんがもっと美しくなれる方法よね。祝福は無理だけどアドバイスはできるかも。その神殿の先にある聖山の頂上へ行くのをおすすめするわ。道のりは険しいけど今のあんたたちなら大丈夫。乗り越えた先できっとわかるはずよ。男同士、ユキちゃんが探し求めていた答えは二人きり、何も起きないわずがなくってことをね。私に言えるのはこれぐらいかしら。さあ、あと一息よ。頑張ってね。サンキューアメイモン。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてね。制作中の同人エロゲ、メメリスちゃん RPG が DL サイトにて予告販売ページ公開中なのでお気に入り登録をなしゃす。では、サラダバー。